今日はフィレンツェの庶民料理の代表格トリッパーダフィオレンティーナを作りたいと思います。トリッパは日本でいう牛の第二袋、蜂の巣という名前で売られていると思うんですが、イタリアでは加熱した状態で流通してます。みじん切りした野菜をオリーブオイル、結構多めのオリーブオイルでゆっくりこう炒めていってあげる感じにしますね。これはソフリットっていうんですけども、野菜のベースみたいな感じですね。煮込みでもそうですし、全てのトマトソースでももちろん使いますし、全てのこう野菜の旨味をこう引き上げる効果があると思いますね。赤ワインはスフマーレというイタリアで言うんですが、そのアルコールを飛ばしながら酸味を飛ばし、糖分を旨味にしていくっていう効果があります。トマト缶はトマトだけのシンプルな素材だけのものを選んでください。もちろんトマトピューレでも大丈夫です。バターとチーズは仕上げの段階で味にコクを加えるのプラス、マンテカーレというんですが、温度を下げながら水分と油分を一体につなげて、トロトロしたこう食感を生み出す効果があります。乳化に近い表現ですね。はい、じゃあ野菜をまず洗います。ここはブロードに回してこの野菜を切っていきます。人参は皮をむいて、でこの端っこも落としちゃいます。この皮は全てブロード、野菜のブロードに使いたいと思います。捨てずに使ってください。で野菜をみじん切りにしていきます。チブレオではもうソフリット多分1日20キロ30キロ余裕で作るんで、それを全部手切りで一時期やってたことがあるんですけど、それだけですごい作業の時間が大変だったことは今でも覚えてますね。で野菜入れてきます。では今から火にかけていきます。オリーブオイルはちょっと多めにやってください。多めの方がより焦げにくい効果があります。軽く塩を振って野菜の水分を引き出してから炒めていってあげます。で混ぜてあげます。周りが一番火が強くて、こうふつふつ言ってるんですが、中がまだ冷たいので何も温度が変わってないんですね。だからここをなるべくこう一定にしてあげるようなイメージですね。今塩を振ったんでこの野菜の水分が出てきた、わかります？この水っぽくなってきましたよね。これを今一気に飛ばしてあげるという感じですね。でこの水分を飛ばしきったら、火を弱めてゆっくり炒めていくような感じですね。そうすることによってより短時間でソフリットが作れるようになります。もし塩振らなかったらこれゆっくり炒めていってもいいんですが、かなり多分30分1時間近くソフリットに時間をかけなきゃいけないので、それをこう時短的な方法で大家庭でやる場合にはこういう形でやった方がいいのかなと思って塩を振ります。ではトリッパ切っていきます。好みの 厚さと幅なんですけど、厚さはなるべくこう 薄すぎず厚すぎずがいいと思います。この重なっているところは開いちゃいましょうか。どれぐらいでしょうね、5ミリ幅ぐらいのイメージで切ってあげるのがいいと思います。あんまり薄すぎるとこの後トロトロにとろけちゃうんで、この薄すぎず厚すぎず
いと思います。だいぶ色がついてきたんですが、ちょっとこれぐらいで火を弱めておきますので、この軽く色づいた感じで、ここからゆっくりゆっくり炒めたらどういう感じにしましょう。僕は以前結構スーパーというか埼玉のお肉屋さん行った時あって、まあ、そこでこう結構内臓のお肉とか牛タン売ってるお店があって、そこでこう、まあ、その日本語で、まあ、蜂の巣をちょっと使いたいんだけどちょっと入れてくんないみたいな感じで取り寄せたことはありました。で結構こだわってるお肉屋さんとかでは流通は少しはあるかもしれないですね。はい、こんな感じで、ではこれをフライパンに入れます。まあ茹でて臭みを抜く方もいるんですけど、こういう感じで空炒りして軽く塩を振って水分を出してあげると、より短時間で簡単に臭みと水分が抜けると思います。軽く塩を振ったので軽くなじませて、このままフライパンの温度が上がるまで強火にしましょう。ではソフリットは色がこう黄色の感じで色がついたので、火を切ってこのまま置いておきます。余熱でも火が入るので気をつけてください。軽く温度を下げてこれぐらいの色合いがいいと思います。あまり色をつけすぎないように気をつけてください。この水分が結構臭みなので、これをすべてザルにあけちゃいます。いいですね、この水分が出ましたね。これを抜いちゃいます。じゃあペペロンチーノを切っていきます。では鍋の温度を軽く上げて、そこに一気に入れて香りを引き出す感じにしますね。ペペロンチーノ入れます。温度が上がってきたので入れます。ではここにトリッパを入れて色をなじませていきます。火はちょっと弱火にしました。弱い火で野菜を焦がさないように、こう旨味をこうトリッパにコーティングするようなイメージですね。焦がさないように気をつけてください。火加減はこれ弱火です。じゃあこれぐらい馴染んだので、ここに赤ワインを入れて入れていきます。はい、このワインのアルコールをぐーっと詰めていってあげるイメージですね。下が焦げないように軽く混ぜてあげましょう。どんどん煮込んでいくんで、この鍋肌もきれいに取ってあげてください。ほっとくと焦げちゃいますので気をつけてください。では開けて回していきます。無駄なく使ってあげてください。じゃあ混ぜていきます。はい、これあんま回しすぎると白くなるんで、まあ、軽くこう粒というか果肉がなくなればいいですね。そこまで気にする必要はないと思います。この後煮込むんで半分ぐらい入れましょうか。これぐらい
分量気になる方は必ず測ってください。でこの混ぜてその水分量の感じでちょっと調整します。これはもう弱火ですね。常にこう弱火でゆっくりゆっくり煮込んでいく感じですね。この煮込みは最初の野菜のソフリットとトリッパの時に2回塩入れてるんで、ここでは塩入れずにこう煮詰まった最後に最後の味見で確認してあげるのが塩分の調整はいいと思います。じゃあちょっとそろそろ煮詰まってきたので一回味見をしますね。あ、美味しい。気持ち塩振りましょうかね。ほんと気持ちいい。でもうちょっとゆっくり煮詰めていきましょう。トリッパはこの食感と旨味ですよね。トマトのグルタミン酸の旨味とこのトリッパのこの食感とそのトリッパ自身の美味しさ、こう五臓六腑に染み渡るというか、こういうこうなんていうか地味深いうまさ、それが非常に重要だと思いますね。ビステッカが実際フィレンツェの方はそんな毎日食べてるのかって言われると、逆にやっぱこういうトリッパとかの方がより食べられてるっていう印象を受けますね。トラットリアとかオステリアのも代表的な料理なので、これにパンを塗って食べたのも最高ですよね、赤ワインと。これ今回 400g でだいたい2ユーロしないぐらいですね。400円2ユーロしないぐらいってことは、まあ安いですよね。 1.5 ユーロぐらいだったらどうして。だからお肉を買うよりよっぽど安いですよね。いいですね。もう気持ちよくなる。で最後のバターを入れて火を切ります。でここで温度を下げながらバターをなじませます。ちなみにここでバターを入れることで乳化をするのも助けてあげる効果もありますね。温度を下げてあげる感じですね。ではここにチーズも軽く入れて、最後に上からもかけたいので少量だけ入れて、ちょっとこうソースをつなぐ感じで混ぜてあげましょう。あ、いいですねこれ。はい、では盛り付けます。チーズと胡椒を振ります。はい、これで完成です。トリッパーラフィオレンティーナです。